一人10番手監督キャラモードの続きやっていきたいなと思います。今日はバルサとの試合やっていこうと思います。前回ね、6対1かなって大勝したんですけど、もうね、その時のバルサとは全然違うと思うし、スライダーとかも変更してるので全然違った戦いになると思うんですけど、バレンシアがもう先に試合消化していて敗れていたので、なんとしてでもね、前回ビジャレアルとの試合でも引き分けてしまったので、勝ち点差縮めるためにもね、しっかりこう勝っていければなというふうに思います。では参りましょう。では今日のレバンテのスタメンなんですけど、中2日でね、次 CL リヨン戦があって、めちゃめちゃメンバー迷ったんですけど、そこまでちょっとメンバー変えずに、で香川とマタはもうベンチ外にして、もうリヨン戦に託しました。あの2人にリヨン戦はもう本当にちょっとなんとかしてもらいたい。でバルサ戦、あ、バルサの相手じゃない、バルサのスタメンですね、こちらです。メンバーでも補強法とかはしてないのかな、どうなんだろう、変わってないですね、そんなに。前回6-1だったんですけど、どうなんだろう、今回も勝ちたいな、ダブルしたいな。アトレチコにはダブルできたんでね、ぜひともバルサ相手にもダブルしたいですけど、難しいな。本当ね、最低は引き分け。バレンシアが負けたから、とりあえず勝ち点は積み上げて差を縮めたいとは思うので。オーケー、オー、やばい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 、危ない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 。そう、差を縮めたいなと思うし、3位のバルサともね、勝ち点差引き離されないように、なんとか引き分け以上で勝ち点は取って帰りたい、今日。だからまず先手必勝で1点。まだピンチだな、ピンチ続いている。えおオッケー。なんか最近レバンテのホームスタジアムですごいブーイング起こるのはなぜ？なんか解任しろっていうデモとか、デモ運動されてんのかな。そんなだったら悲しいけど。おい、さあチャンス、さあバルディ、うわー、だいぶ今力んだな。ダイレじゃなくてもよかったか。左でトラップしてたらもっと選択肢多かったか。そういうとこだよね。でも緊張するんだよ、本当に。判断が難しいのよ。うわ、忘れられないキャンペーンってなんだ。笑ってたよ。実況笑ってたよ、今。そんなのもわかんねえのかよって言われたかな、今。おいし、ファールないでしょ。待って、この位置はダメだって。この位置は危なっかしい計画っす。あら、あれメッシ狙ってくるだろ、ここに1枚。何それ、何それ、びっくりした。今稲妻イレブン2の時のイプシロンカイトの試合の軌道のパスみたいな、最初から狙いはこれだったのかっていうパスの感じだったけど、全然よ。あ、やばい。おい。待って。ここは。おいし。おーし、オッケー。ただまあ、なんとかね、持ちこたえてる。サロベルト。来た。切り返して。いやー、なんかイメージがちょっとずれてた気がする。この切り返しのイメージじゃなかったな。お互いもうチャンス2本ぐらい作ってんのかっていう意味では、五分五分。メッシー、やばい。オッケー、ナイスゲーム、マルドナド。グッセーブ、グッセーブ。怖いな。グリーズマンなんかもう、ぶっちぎりで、リーグ、得点ランク、トップだもんな。個人の。25点ぐらい取ってたもんね。もっと言ってたかな。えぐいよな。
さあ、防ぐ。うわ、ファーサイド怖い。危ねえ。なんとか防ぎました、ここも。ヒヤッとするは1枚、ショートコーナーしないと見た。うん。うわ、マジかよ、後ろから。誰だ？デンベレ？デンベレか。いやー、ちょっとやられましたな。あ、もう後ろからってわけでもないけど、1枚なんかおとりで、誰だあれ、あ、グリーズマンが行って、なんか気取られた感じがしましたね。デンベレも身長はそんな高くないはず、180はないよね。先制点を許してしまいました。どの試合も勝ちたいけどさ、もうね、おい、デンベレじゃん、やめて。まずメッシが本当自由だよな。いや、待って、まずい、競り合いは弱いんだって。危ないっす。じゃあ落ち着くことが今一番の策だと思う、得策だと思う。しっかり俺たちのサッカーを見せつける。さあ、ペドロ、さあ、ゴー、狙っていいんじゃない。お、あ、よし、おい、出ない。そして最後攻撃いきます。アムロいきます。あ、時間足んないかも。あー、おー、まあこういう展開は、まあ、正直分かっていたというか、この間みたいにはうまくいかないんだろうなっていうのは、まあ、想定内なので、後半しっかり反撃したいなと思います。まあこう現実だったら、そのスタミナのバーとかを気にする必要はないじゃないですか、こうゲームじゃないから。だからなんかそのメンバーとかもそんなにね、あの中2日とかあったとしても、メンバーがそんなに変更しないことって結構あると思うんですけど、やっぱゲーム、この FIFA だとスタミナをやっぱ気にしてしまうので、メンバーがガラッと変えながら挑んでしまうっていうところで、ちょっと難しさを感じてるんですけど、なんかね、本当気にしなくていいとこを気にしないといけないっていうのは、なんかまあ現実とかでもいろいろあるじゃないですか、まあ、SNS とかでもね、こう見なくていい批判とかを見てしまって傷ついたりとかもするので、そういうなんかね、あんまり見なくていいとこをね、意識しすぎないっていうことは大事だなっていうのを、ちょっとこの過密日程の選手の組み方で感じたこと。さあ、ただ勝つよ、本当に。ここから逆転劇、あの本当に見せつけてあげる。バルサにね、もうダブルを食らわすんだ。惜しい。さあ、うなる、ラングレの方がなんか早い。うわー、オープン、スーパーセーブ、イエス、ナイスキー。こういうのが逆転の布石になってくるから。やっぱなんかこういう時って、まあもちろん相手がね、技術的にとか戦術的にチームとして強いってのはそれはあるんですけど、それに怯えてね、自滅するパターンもあるから、俺らだって強いんだっていうのをね、もっと自信持って戦っていきたいよ。よし、いいぞ、つないで。さあ、バルディ来た。いやー、打った、惜しい。いやあ、壁が分厚い。さあ、68分。
ロベルト下げてグレイ投入、右ウィングでグレイを起用する。さあクロスから、おお、いいよ。でもここからさあ、ウナロ落ちてない。うわ、タッチ強い、強い手がでかかった。いや、いいよ。でもリズムに乗るぜって、テニプリ名前忘れちゃったけど。さあウナル、ファール。さあ73分、ドゥルミス下げてロサダ投入で 4-4-2 に変更して、左サイドバックにペドラサを置いて、バルディ左サイドハーフにして、まあちょっと内寄りにして、ロサダウナルの2トップの 4-4-2 にして、2点を取りに行く、2点を強調、勝ちに行く。よし、あ、ウナルキープ。よし。ファーサイド。来た。でかかった。惜しい。いやーでもいいよ。こう選手、レバンテの選手の2点を取る姿勢、取ってやるっていうね姿勢が見える。そのね、気持ちのまま本当にね2点を取っちゃうから。この2にやばいな。グリーズマンとメッシかな今。これの2対2はもう勝ち目ないでしょ。よし。危ない。なるめっちゃ低い位置。よし、ちょっと運んで、ここにいないんだよ。ここ、うなる。いやーダメだ、出せない、そこには出せたくない。うーロスタイム入っている。3分ならちょっと可能性ある。せめて同点、ここ奪いたい。奪いたいよ。このまま終わってしまうのか。うわー、負けたけど、なんかブーイングがないのは、まあうちの選手たちが健闘したっていうのと、やっぱバルサだもんねっていうところがあるのかな。うわー、はい、ということでバルサ戦0対1で敗れてしまいました。まあ悔しかったです本当に。まあ、バレンシアはね敗れてたんで、何とか勝って勝ち点差を縮めてね、CL県内の4位にぐっとね近づきたかったんですけど、ちょっとまだまだ遠いですね。これで多分3位のバルサに、ね、敗れたっていうことなので、まあ、3位以上は結構厳しいと思うので、バレンシアとの、まあ、4位争いみたいになってくると思うので、まあ、勝ち点差4なので、しっかり食いついていけるように、まだまだ強豪との、ね、試合残ってるんですけど、まあ、バレンシアもそれは同様だと思うので、しっかり、まあ、目の前の試合1試合1試合勝っていって、まあ、最後リーグ戦でも、まあ、4位にはフィニッシュできているように、そしてこの、ね、次の CL でもしっかりファーストレグで敗れているので、セカンドレグ大逆転勝利してベスト8を進出できるようにやっていければなと思います。はい、そんな感じで今回これで終わりたいと思います。チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしています。ありがとうございました。